頑張って、うん、回すの結構大変だから頑張って行くよ。はい。え、そこ行く？体育館の裏？おおどうしよう。体育館からさ、きっとあの当ててほしくないであろう。ちっちゃい枠しか当てないだろ、私たち。いや、本当だよ。当ててほしいだろ、でかい枠全然当たらない。裏ついてるからね、むしろすごい確率ですね。はい、じゃあ準備します。エマちゃんが体育館の裏でチョコを渡してください。行けますか？準備は大丈夫？頑張る。頑張れ。うん。応援してる。それでは行きますよ。よーい、スタート。あのお疲れ様。チョコを今日頑張って作ってきたんだけど、受け取ってもらえるかな。お願いします。かわいい。かわいい。ストレートや。ストレートや。グラッセ。何それチュンルー、それ何？グラッセ。チュンルー、それ何？ちょっとね、ヤギのネベちゃん。あのチュンルン。そう、ネベちゃん。チュンルン。え、どうしたの？このチョコ渡すよ。ネベちゃん作ったの？ネベちゃん。これを体育館裏で渡すの？そう。あ、開けたらこれが入ってるの？開けたらこれ入ってる。なんて言ってんの？グラッツェ。グラッツェ。夢に出てきそう。あれだよね、なんかキャラクターとかが棒に刺さってるチョコみたいな。そういうことだよね。あ、そういうこと。串刺しだ。違う違う。ネベちゃん串刺しにするわけないでしょ。ネベちゃん可愛いなと思って作ったんだね。そう、可愛いからね、カピライちゃってもね。そうね、喜んでもらえるかなと思って。いい、まあ、でも好きなものをね、共有したいっていう気持ちが。そうだね。そうですね。そう、私の好きを、うん、あなたも好きになってってことだもんね。なってって、うん、可愛いでしょ。可愛い、いいと思います。